も老けてきましたけど、スポーツクラブ次どちらに。ムタヒロですよ。ついにムタヒロに増備。せっかくこの余生を買って国分寺まで出てきて、はい、収穫が微妙だからこの機会に行きがけの打診でムタヒロの素性も攻めておこうという。だいぶ前からムタヒロムタヒロ言ってますからね、うん、ようやく来れた感じですね。まあまあ安定して強いのは分かるよ。安定して強い、うん、基本的にそうしないと拡大できないからね。どういうことなんですか。ないだけど違う。チャートとチャートと業績を見ればどういう会社かは大体わかるだろ。普通に順調に順調に店舗を拡大してファン雑誌にも取り上げられてファンもあれだけいたら明らかにわかるし、明らかにクソクソまずいとかいうことはありえないし、まあね、口コミは、ね、確かだからね、うんうん、伸びるものには伸びる理由がある。今夜ついにそのムタヒロに行くんですね、うん、ただ3号店は味噌だし、あ、そう、ここ西国分寺、うん、そう、この前行ってね、うん、熊谷市の時に行った入り口だね、うん、3号しかし味噌、味噌ね、味噌は何ですか。やっぱラーメン的には俺は邪道だと思う。ラーメン的に邪道、札幌味噌ラーメンとかあるけど、え、基本札幌味噌ラーメンで日本三大ラーメンの一つに数えられてるけどさ、うん、基本味噌っていう調味料自体が反則なんだっけ。ずるな、ずる。美味しいよ。でも美味しすぎる。この今度化学調味料の話するけど、うん、化学調味料と紙一重なんだ。やってることやってることは紙一重。そうなの。もうずるな。発酵調味料っていうのは基本それだけでうまいわけよ、わかる、うん、溶けば、うん、だからどんなに料理が下手な人でも、うん、いい味噌を使えばいい味噌、うまい味噌汁ができるだろ、うん、それと一緒。あと出汁入りの味噌とかあるじゃん、うん、つまりその味噌だけの味になってしまいやすいわけです。わかりますか。他の要素は必要ないんで。でいろんな味噌ブレンドしてるお店もありますけど、ね、そうだけど、だから八丁味噌とかはよく、ね、その最たるもんで。ここはどんな味噌なんですか。知らん煮干しだから結局煮干しと味噌合わせたら普通に味噌汁だから。分かる。ああ味噌汁、ね、うん、味噌汁ラーメンになるから。やっぱそれだとじゃあね違うからね。まあだからまあつまんない、つまらないんで、つまりつまらないんで一言で言うと、うん、だから徹底的にこだわるならよくやってたフルーツと、うん、フルーツのペーストと混ぜるとか、うん、それでもやっぱり味噌は反則だと、うん、いや絶対月でもやんないでしょ、うん、そう初めの頃ね、なんかあのエビのあるじゃん、エビつけ麺に味噌をブレンドしたみたいなの出したんだ初めに。でもただしょっぱいだけだった。何にもだから合わないんだ。キーブ味が濃くなるだけで、それだけなんだ。ここでその味噌の進化が分かる、ね、まあ、まあ上手な味噌ってどういう風に使うんですかみたいになるし。なるほど。
そうだったんだ。そうです。チャーシューの量が増えてワンタン味玉がつく。あそこまでやない全然特性がないし、オールスターなんだよ。さっきは全然オールスターなんか違ったし、あれってただ味玉が乗ってるだけじゃんぐらいにさ見えちゃったじゃん。チャーシューも綺麗にあの4枚並べてちゃんとビジュアルでさしっかり入ってますよ、増やしましたよっていうのが分かるじゃん。だったらあれをきちんと、あれは特性じゃん。形がソロセンの3枚ある程度、ギリさっき言ったけど、なにいい感じの厚みだよね、ギリまあ、丁寧だもん、いいし、ね、そうで、あれは特製みたいな、それは特製ですよ、全部のその意味、特製イコール全部のせですよ、もう、はっきり言ってそれはそうだとあとはもう、満足させる要素の塩分と油あとは背脂をさあれでちょっと入れちゃうよ、パッて上にかけるタイプじゃなくて、そうそうそう、その垂れてるスタンスも、そうそう、うん、そこね、だから背脂、油と塩分がちょうど、だからいやいややっぱしょっぱいっていうのはそれはある。あとは、あとは最初に指摘した通り味噌ですね。もう味噌は全てを支配して、出汁がどうの、出汁がどうのとかもうそういう次元材も味噌の味にしかないから、そこはもう激しいスープの味だけで言ったらさっきのあの一のが普通にうまいっす。じゃあ、普通に想像した味噌と一緒？一緒です。もう本当だったらもっとスパイシーにして香り系の粉末をもっと効かせるところもある。でもそれよりもやっぱりやや単調でもう分かりやすい味噌の味のつもり。だからもう味噌ラーメンってこんなもんだっていうあれに修練したけど、油とかその他の味噌とかちょっと独特な味噌、うん、そうそうね。だからごまを入れるとかさ、黒ごまとかすげえたりはね、いろんな味噌ラーメンあるけど、でもいい、やっぱり全部満足させる要素持ってる。だから僕味噌じゃなくて醤油もあったから、醤油とかにすればやっぱただ単純味噌だね。何か、だしはちゃんとあるさ、当たり前だろ。だけど全部消えるんだ、そういうものが無効化されるの。ほぼもう味噌一緒になるから、だから難しいんだって。味噌ラーメンってうまいけどそれだけになっちゃうから、だから俺はあれなんだなと思って。まあすごい味噌なんじゃないのかな。これちょっと期待していいですか？どうかな。限定もまあしっかりした限定だから、多少やっぱいつきとは似てる。限定カレーのね、麺違って麺変えたり、夏野菜みたいなトッピングしたり、まあうまいなと思うよ。いろいろ上手。じゃあ、まあ、スタッフも含めて、はい、スタ評価してみて。はい。はい、じゃあ星いくつですか？二つ星です。二つ星。安定ので。もう連動。店の接客連動。全然違う。もう二人で完全に回したでしょ。大したもんな。あんなのがやっぱ2個3個どんどんできてればすげえなと思うよ。本当は広は強い。花市は危ういだけです。これから花市の話はいいんじゃない。いやいや同じ比較だよ。国分寺にこの文化度の高いこの文化度の高い店にラーメン的なあれではだいたい同じ水準だと思うんだよ。改良点いっぱいあるからね、改善点が。いい以上なる可能性あるね。だけど歌いら超安定してる。裏切らない。もう深夜に一男一人で入ってくるやついっぱいいたろ。あれ行ってもいいし。他のお店も行ってみたいですね。でも多分似たような系図だなと思うよ。油、塩と油をしっかりそこで満足させて、もう具とかも全部外さない。具も麺も全く外さない。乾水脂なんて全くなかったでしょ、これ。分かってるんだ。これ美味しかったね。あれでいいんだ。あれがスタンダードな、やっぱうま普通の安定できる安心できるラーメンでしょ。
さん、なんすかここ。なんかすごい大きい建物ですけど。東京メトロ、メトロポリタン多摩ライブラリー図書館。え、図書館な、図書館これ、うん、すごいね。逆からしか読んでないけど、出てきてる図書館ですか。雑誌と子供の本の図書館。東京メトロポリタン多摩。小池が来たって、小池が来てなんか開演のあれやったとかですよ、セレモニーやったとかですよ。あ、そっか、小池都知事が来てどうぞとか。あ、そうだね、最近できた。そこに書いてあるよ、ほら、東京都立多摩図書館。これだ、都立の、ね、都立、都立図書、都立、都立っていう部分をメトロポリタンって訳すの。都だから。都だから、そうだ、メトロ、メトロ、うん、ポリタン。すげえ立派な建物ですね、これね。すげえ、でももう周りが全く喋れてる。この団地の住民がみんなで通ってんの。なんで今何時？何時？今8時17分。なんで8時までやんないのかね。こんそこねえな。ダメでしょ。もっといいサービスしてくれ、サービスしろよな。綺麗な、なんかのホールみたいだねこれね。無駄な税金を使い。結構本いっぱいんじゃないこれ。雑誌は本と雑誌がいるからね、うん、まあ明らかにここ文化度 30ぐらい上がってるじゃん、これだけで。うん、航空軍事すごいね。全然絶対俺の中髪作ってくれないの。